それでは、第49回、関谷記念、こちらの方の予想を始めたいと思います。えー、まあ、例年、過去5年の結果を見ていくと、まあ、大体、えー、まあ、洋芝適性もありそうな決闘なんですけれども、まあ、新潟は、えー、上がり3波の非常に早いタイムで上がってきますので、まあ、32秒台になっても対応できるような末足でですね、駆け抜けれるような馬がいいというあたりが狙い目になるんですけれども、 まあそういう感じで考えるとまあ15番のエキストラエンドとか9番のダガノブルグあたりがまあ良かったんですけれどもまああいにくちょっと雨模様の方もありまして結構明日は新潟も雨降る予定になってますので。 日曜日は雨上がるかなっていうところもあるんですけれども、まあ、重馬場ぐらいになるだろうなというところで、まあ、若干パワーもいる感じになるだろうということを想定しながら予想の方をしていきたいと思います。えー、まあ、本命にしたいのは、まあ、一番人気になりそうなんですけれども、7番のダノンシャークですね。まあ、この馬自体も、 上がりタイムを33秒台前半で今、まあ、来れるというあたりでいい足も使えて前目に行くというあたりでですねまあ、えー、上がりのタイムもだんだん速くなってくると最終的には前にいた方が有利になるパターン多いので、えー、まあ先行できそうな、えー、タイプっていうのはポイントが高いですねであと前走の安田記念、まあ、ジャスタウェイが勝ったやつですけれども まあこれ非常に時計のかかるような馬場状態であっても4着まで粘り込めたというあたりはですね非常に評価したいなというふうに思いますまあ結局人気にはなると思いますけれどもえこのま,まえ軸でいきたいというふうに思います、まあ、相手に選びたいのはですねえ12番ミトラですね、えー、まあこのま,ま父はシンボリックリセス3区なんですけどもまあシンボリス リセース自体はちょっとあんまりこのレースでは走っていないんですけれどもまあ谷のギムレット3区まあ同じロベルト系というくくりになるんですけれどもまあそこら辺であれば、まあ、3等ほどの馬券にも絡んでいますしまあどちらかといえば、えー、上がりのタイム勝負というよりはまあちょっと、えー、猶予があった方がいいかなというあたりで、えー、この馬、えー、期待していきたいなというふうに思います。 まあ結局この馬は馬場が多少重くなっても両馬場であっても、えー、鋭い追い込みの足がですね使えるというあたりでまあゲ的にも母父もオペラハウスというあたりで吉羽適正も見込めるというあたりがありますので、えー、この馬、えー、狙っていきたいですねまあ例年この馬ではなくてこのレースがもう、えー、リピーター度が下がっているというところもあって まあ前年3着で今年はどうなんだっていうところもありますけれども能力自体はんまあ若干落ち目かなというような懸念はあるんですけれどもまあはまればまあ伸びるだろうなっていうところもあるのでまあ念のため気をつけていきたい一頭になりますねまあ他にはえ9番ダガノブルグまあこの馬3サ歳サーでハンでも軽いというあたりでですね、えー コバ、まあ、と混ざって、まあ、どこまで競馬ができるかというところですけれども、まあ、今年の夏の下級条件の方を見てますと馬、えー、は筋量がが軽いせいいせかよく馬券に絡むことが多いです、まあ、その中でタカノブルクも、えーまあ、父ヨハネスブルグ、まあ、ヘネシーとかそっちの方に行く方ですねまあこれぐらいがちょうどいいんじゃないのかなというまあ平坦の中でえー 伸びれるだけ伸びれば結果ができ、え伴、ー、ってくるだろうというとこありますので、8、8、スペシャルウィーク、まあそういうとこも、まあ雨になれば、えー、こういうとこがプラスに効いてくるかなというふうにも思いますね。まあ、この馬自体、えー、スペシャルウィーク3区自体は、どちらかといえばタイム勝負が苦手な一面がありますので、ババが重くなって、まあようやく進化が発揮するようなとこもありますし、この馬自体は、 で33秒台前半の上がりが十分使えますのでまあそういった中でも馬場が雨が降っても力は十分に出せる馬になってきますので、えー、今回も狙っていきたいところになります。まあこのレース自体がまあ大体4番人気以内まで勝っとけばまあ例年まあまあ当たるようなレースなので基本的には硬いレースになります。 まあそんな中で雨が降ったらどうなるかというところですけれどもねまあ外がよく伸びるような馬場になるんじゃないかなというふうにも思うんですけれどもまあ基本的には前行った馬から狙っていきたいなというふうに思いますまだ芝の方も綺麗ですしねええー、四のは以上になりますご視聴ありがとうございました